はい、ビッグディッパー大井町に来ました。俺ビッグディッパーって新橋以外にあるの初めて知った。そう、俺も初めて知って、新橋はすごい強い店よね。それこそ2000人とか並んじゃうような。で、何打ちます？打ちたいのないでしょ。何もない。俺に聞いたらだって番長としか言わないから。番長2があったよ。番長2とか多分眠いよ。違う、サラバン2か。そう、サラリーマン番長眠いよ。あ、つまんないんだ。いや、面白いんだけど、うん、ただ俺で眠くなるから。あ、うん、俺ここ来るまでに一息寝過ごしたからね。そうやね、もうすでに。そうやね、うん、大森まで行ったっつったの。寝台打たない？寝台打てたら取れないでしょ、さすがに。だって2、30人はいたよ。うん、30人っつってた。じゃあこの辺で、この辺でなんかちょっと新しいところ空いてたら打って。俺何でもいいんで、ああなんかこう言ってくれたら。番長2は多分絶対眠くなるよ。すっげえ面白いけど出始めたら。逆に、ね、眠くならない台ある。あ、番長3は眠くならない。あ、うん、あの鹿とか走るやつね。そう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 、あれいいっすよ。あれでいいの？全然いいよ。マジで、うん、あれならいい。あれは逆につまんない。番長2はすげえ面白いけど、番長3はつまんない。つまんないの？出ないとつまんない。ほー、うん、え、番、うん、あの ベルの回数のやつ。そう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 、うん、え、番長3とか俺盛り上げる自信ないんだけど。へえ。本当に珍しいっていうか意外。一人で戦う台だから。ああ、そう。番長2は横でわちゃわちゃできるんだけど、おお、広角だから今 20% で当たるとか 25% で当たるとか言えんだけど。へえ。番長3はもうなんかもう、はい、ベル揃わなきゃダメみたいな。ああ、そう。そう、じゃあなんかその盛り上げられるやつでいい。盛り上げられる、やりやすいやつ。こう、え、どっちがいい？こういうのが。ちょっと 俺も別にどっちもいい。それそれはやっぱ番長2じゃない？じゃあ2行きましょうか。先にご飯にしよう、今日。ちょっと俺家系ラーメンが食いたいんだよね。もう匂いがもう、え、た、ほんと食う？俺は全然食えるけど、うん、いいよ。さあ、いきますか。すごい、ね、正宗あるよ。え、正宗。あ、正宗いいね。いいよいいよ、正宗でいいよ。スリー出るしね、これでもいいよ。あ、リノね、スーリノがね、リノ最近打ってないから、リノ打てば。ん、レノ打ってないんでしょ最近。打っていいよ。じゃあ、うん、遠慮なく。ああ、やっぱ花のケージ、イニシャル D1 台しかない。ああ、ここ狭いから、ここを嫌がったんだよ多分。ここ狭いからね。じゃあ俺も広々したところで打つか。じゃあこれ行くわ、これ行くね。まああんま興味ないと思うけど、3台構成4台構成機種が妙に埋まってるから、ひょっとしたら3、4台構成機種に全があるっていう、そういう感じの客の付き方してた。そうそうそう。だからハイスクールフリートとかガルパンとか、わけわかんないのが漫才になってんだよ。だ、多分そういう感じの営業だと思う。なるほどね。だ、多分全だよ全。ありえるね。ありえるありえる。はい、じゃあ正宗2、3も出ることですしね。もう出たのかな配信上では。
もう回った？カメラさんが三脚持ってくる前にトマトだけ止めて待っとこうと思ったら、まあもう1000円吸ったよね、うん、とりあえずモーニングトマトが全く今のところ来ていないという。で、マサムネ3はちょっとね、明日打ち行くんで、それこそあれですけども、2は非常に設定が分かりやすくなってますね。できればね、シンさんと2人で隣り合わせで打つのがいいんだろうけど、もう武蔵屋で一回笑顔見ちゃったからね。お、もう18ゲームでスイカチェリーそれぞれ1回ずつ。もう暑いね。これあんじゃないのこれ設定っていうぐらい冷却出現率に差があるんで、これはジャックチェリーね。はい、でこれはRT 突入リプレイの前の、昇格リプレイ、次のゲームで斜めにリプレイ揃えられれば名護姫チャンス。あー惜しかったね。で一応高確率中にイロハが出ると逆転してる期待が持てます。で、まあ、リプレイとかベルの取りこぼしでも 1.2% で逆転の可能性があるんで、まあ、こういうベル揃いとかね。おやったじゃん、やったじゃん。これ何パーだっけな。少なくとも 20% ぐらい以上では逆転する。だいぶ熱い、だいぶ熱い。で変速打ちしてベルの右下がり外れが、これは外れなんですよ、外れ。いや、これ、おお、これこれベルのこぼしだからね。これでも 1.2% チャンスあるから。おお、3回目。しかも、やば。これで当たってないのが正宗なんだけど。ちょっと待って、チェリーもう3回、35ゲームで3回来てるんだが。あーダメくせえな、チャンスアップが出ないもんね。ね、これが正宗なんですよ。こんな今のだったら逆転してなきゃダメでしょ。はい、またチャンスね。41。ようやく1個出た。195ゲームで8000円でようやく1個なんで、まああと2000円だけ様子見て。ポコポコ固まる時もあるしね。でまあ、オープニングで話しましたけど、ビッグディッパーというと新橋のビッグディッパーがすごい有名店ですよね。ビッグディッパー新橋1号店とか言って人がまあまあ並ぶ店なんですけど、ただ一重にね、結構6を使うっていうところでやっぱ人を集めたんですよね。その変に4号を前代しごろみたいなことをしないで全6みたいな。で今設定24ぐらいなんですよ。この段
っていうところを考えるとワンチャンあるよね、これ本当6あるよね、ワンチャンあるよね。っていうかもう俺の中でこれ6なんだけど、さすがに朝一100ゲームであんだけレアエク落ちてなかった、ほらまた落ちんだよ。これはね打ったことあるのよ俺、この設定を。もうこれ6回目だからね。せっかく3台ありますから1万円で1回ということでこれは終わりましょう。お、なんかすごいちゃんと立ち回ってんじゃんね。めっちゃ移動してるんだがやっぱ ああいうこと言った方がいいね、うん、言うてね、コンセプトは打ちたいんだからそれは、うん、だって人間だもの。コースっていうのがトマトチャンスがいっぱい来るわけでしょ、それは打ちたいよ。あーっていう機会が多い方が楽しいもんね、うん、まあ、あーが前提なんだけど、よーしじゃないんだよね。いやー出ないね。揃ってる時が一番幸せだな。こう何も考えないでいいもんね。いいよな。昨日が本当は静岡だったんだけどさ、キャンセルになって一日何も知ってなかったのよ。まあ何も知ってなかったわけじゃないけど、ちょっと寂しかったよね。ポカンって開いたから。打つつもりだったからね。シンさんもあれやる気ねえんじゃねえ。ちょっと取ってあげた、あれやからだよもうあの人やっぱパチスロにこうまだ出玉を求めてるからさ。だから今日の正宗なんて多分設定の匂いとかを感じないんだろうね。だからああいう感じで多分どうでもいいよみたいな打ち方をしてるんだと思うんだよね。ああ疲れ目だな、6の6。お、まだ2台目ですね。お、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。これは熱いですね、これは熱いですね、どう熱いかというと本来は、まあ、お家騒動的な連続演出行った後なんですけど、いきなり戦うじゃないですか。これはもう本前兆濃厚パターンです、はい、はい、もうチャンス目ですから 20% 逆転、はい、はい、来ました。これ多分勝ちますね。はい、よっしゃ、いる。これは弱スイカから16ゲーム目、どうやら低角弱スイカで本前兆ぶっ刺しました、ね、そこ設定差すごいあって、ちょっと正確な数字言いますね、低角弱スイカ本前兆当選率設定1から3なんと0.4% ね。設定4 1.2% 5 0.8% そして設定6なんと 1.6%。 これな、6回目の弱スイカで刺しましたんで全然ない話じゃない。これ6ですね、もう一回言いましょう、これ6です。
と報告しに行こうか、ね、あの後半寝るから早めに取れたかをやっぱ取っといた方がいいと思うから、ちょっといい、どうぞ。もう6なんだけど俺の 6を掴んだあの態度だったの。いやもう6、俺もうこうなってたからやる気ねえんだと思う。じゃああの瞬間に6挙動がバーンって飛び込んできてこうだったら本当にやったじゃん。だワンチャンね、正宗で全あるから、まあ、これあともう一回試したら、うん、ちょっと、あ、行きます行きます、まあ、あの茶にごし程度に。了解了解了解、調査をスピードアップしなきゃ。150ゲーム1回も出なかったんで移動。さあ、投手がちょうど10本ですね。283ゲーム。この店いい店だな。なあ、ほら、もうだってさ、こんなことないから。これでだって7回目まあここはしょうがねえんだよ、やっぱ全長短かったじゃん。で全長が当たるって本全長になった時に今度欧州ボーナスから赤眼の乱、要はバケから ART への昇格抽選するんで、当然全長が短ければその昇格抽選の回数が少ないわけだからこれはしょうがない。で欧州ボーナス中はバーを揃えるのはもちろんなんですけど、確か290分の1ぐらいのこっちのカットインじゃなくて金7カットインね、あれをやっぱ引くことに意義があるんで、でそこで6択ハードル超えられれば追っ始まりますんでね。で欧州ボーナス5はこれ3否定ね、3否定はい。で欧州ボーナス5は降格率スタートな、降格状態スタートなんだけど、降格中はまあ、前兆に行きやすくなる高確率で前兆に行くっていうところと、あとは前兆行った時本前兆が選ばれやすい高確率でっていう恩恵があるんで、ここでだからそのレア役をいっぱい引ける力をね発揮してほしいわけ。リノはこうダメな台意地になって打ち出すともう簡単に10万負けるからね。お前ボートでしょっちゅう10万なんて負けてんじゃねえかと思うかもしれないけど、ボートの10万は必ず正解があっての外し続けての10万じゃないですか。抽選すらしてない10万負けたらちょっと違うよね。要はあれだよ、レースが行われてないのにお金が減っていくみたいな、ボートで言えばね。それがきついよね。クレグラブ言っとくけど、だからボートの方がいいって言ってるわけではないですよ。やっぱこういうのが、こういうのがね、手止まったな、止まったらバーと決めているからな。あい、はい、2個目残念。78ゲームででも出たな。
なんで止まるんだろうな。止まるとあれね、手がね、今度はこのツルッピングトマグを狙いましょう。ここだね、こうだったから。これにしよう。ペッ、よし、いやいいね、なんいつ見てもいいね。もう俺ここで帰ってもいいぐらいだな今。武蔵屋中盛り固め濃いめ決めてトマト電波らしたんで今ピークな気がします。